赤坂コーチングの西村です。本日は洗濯機壊しましたっていうお話をいたします。私アロマセラピストの資格、アロマ環境協会っていうでっかい団体が日本にあるんですけどね、そこの資格を1年、2014年まるまる使って取ったんです。きっかけは彼氏にマッサージしてあげたいなって、お疲れだからっていう理由で取ったんですけど、まあいろいろとありまして それちょっと半分かなったかな、どうかなってぐらいで終わりましたが、まあともあれガチでやんなきゃいけない資格なんですよ。っていうのは30件カルテ取らなきゃいけなくって、でとある時期毎日毎日私オイルマッサージをしてた時期があります。自宅でオイルマッサージってベッドの上に広い布を敷いてオイル垂れても平気なようにしなきゃいけないのですね。なので毎日毎日やるってことは毎日毎日そのタオルの一式を全部洗うってことなんですよ。なので私2回ぐらいかな、2、3回毎日毎日洗濯してたんで、でデカものじゃないですか。まあ最悪近所のコインランドリー使うとはいえ、自宅のパナソニックの全自動洗濯機ドラム型でお洗濯をしてたらですね、すごくドラムが揺れるんです。そしたらある日バカーンって音がして、何事と思って見に行ったら、ドラムの洗濯機の周りに貼ってあるプラスチックの輪っかが亀裂入って外れちゃいました。でその後ドライの通風口に繊維が絡まって乾かなくなっちゃって、一回パナソニックの修理のご担当者呼びましたし、てか全部で2回呼んでますっていうぐらい大変だった。資格取りたいとはいえ、洗濯機壊してまで取る資格なんだろうかってよよよってなった記憶があります。まあおかげさまで私のアロマの先生の授業には生かされてますけど、っていう小話でございました。